ナルギス・ラットは、インドのボリウッドで活動した女優。ナルギスの芸名で活動し、ボリウッド史上最高の女優の一人に挙げられている。カルカッタのパンジャーブ・ムスリム家庭に生まれ、ファーティマー・ラシードと名付けられた。父もハンチャンド・ウッタムチャンドは、ラーワルピンディのバラモン出身のヒンドゥー教徒だったが、イスラム教に改宗して、アブドゥル・ラシードに改名している。 母ジャッタンバーイーはヒンドゥスターニー音楽の歌手であり、インド映画のパイオニアの一人に挙げられている。ラシード一家は、カルカッタからイラーハーバードに移住し、ファーティマーは、母の影響を受け映画文化に興味を抱くようになった。放浪者出演時のナルギス1935年に、タラッシュホックで、ベイビーナルギス名義で出演する。 ナルギスはペルシア語で、推薦を意味する言葉であり、ファーティマーはこれ以降、ナルギスと名乗るようになった。1943年にメイブ部ブ、カーンの、タケデールに出演し、1940年代から1950年代に、かけて、ウキ、アンダーズ、ジョガン、放浪者、ディーター、アンホネー、詐欺師、チョリチョリなどに出演した。1957年に出演した。 マザー・インディアでは演技を絶賛され、フィルムフェア賞最優秀主演女優賞を受賞した。フィルム・インディアのバーブラー・オパテルは同作をインドで制作された最高の映画と称賛し、他の女優たちはナルギスのように役を演じることはできなかっただろうと批評している。1967年にロット・アーディンへの出演を最後に女優を引退する。 同作で乖離性同一性障害の女性を演じた、ナルギスは批評家から絶賛され、ナショナルフィルムアワード最優秀主演女優賞を受賞した。彼女は同賞を受賞した、最初の女優となった。また、同作では、フィルムフェア賞最優秀主演女優賞にもノミネートされている。1980年に、インド大統領指定枠のラージア・サバー議員に就任するが、 1981年に病死したため、任期を満了することはできなかった。ナルギスとスニール夫妻1980年に、水臓がんが発覚し、ニューヨークのメモリアルスローン・ケタリングガンセンターで治療を受けた。治療後にインドに帰国するが、病状が悪化したためボンベイのブリーチ・キャンディ病院に入院した。1981年5月2日に、昏睡状態に陥り、 翌3日に死去した。ナルギスの死の4日後に、息子、サンジャイダットの俳優デビュー作、ロッキーが公開され、初上映時には、彼女のために座席が一席開けられていた。ナルギスの遺体は、マリンラインの場だ、カブラスタンに埋葬された。彼女の死から1年後、夫、スニールダットによって、ナルギスダット記念岩財団が設立された。死因は、臓とされているが、 娘、ナムラタによると死因は、膵臓癌ではなく尿路感染症だったという。これについて、息子サンジャイは、免疫力の低下によって感染症を引き起こす、可能性があったと補足している。フィルムインディアに掲載された、ナルギスの肖像画、ナルギスとラージカプールナルギスは、放浪者、詐欺師などで共演したラージカプールと長年、交際関係にあったが、カプールは、既婚者で、 子供がいた。二人の関係は9年間続いたが、カプールが離婚を拒否したため交際関係は解消された。1958年3月11日にスニール・ダットと結婚した。二人はマザー・インディアで共演し、撮影中に起きた火災事故に巻き込まれたナルギスをスニールが救ったことで交際に発展したという逸話がある。ナルギスはスニールと結婚するために、 ヒンドゥー教に改修しており、彼女は一男二女を出産した。サンジャイは、ボリウッドのスター俳優となり、ナムラタは、マザー・インディアで、ナルギス、スニールと共演したラジェンドラ・クマールの息子・クマール、ガウラブと結婚し、プリアは、政治家となりローク・サバー議員を務めた。ナルギスは、スニールと共に、アジャンタ芸術文化劇団を結成し、俳優や歌手を集めて、 国境警備にあたるインド軍の疑問活動を行っていた。同劇団はバングラデシュ独立戦争終戦後に初めてダッカで講演している。また彼女はインド系連小学会の講演者としても活動し、社会活動家としても知られるようになった。2011年に radiff.com はナルギスを史上最高の女優に選出し、スタイル優雅さ。 そしてスクリーン上で存在感を放つ信じられないほどの温かさ、ナルギスはまさに祝福に値する主演女優です、と批評している。エムエルダワンはトリビューン氏に寄稿し、ナルギスはほとんどの出演作品で希望があり、深刻化できる女性を作り出した。ナルギスのスクリーンイメージのカリスマ性は、質素と縄文の間を容易に移動することができると批評した。 1958年にパドーマシュリー勲章を授与され、同勲章を授与された最初の女優となった。1993年12月30日に、ナルギスの記念ギッテが発行され、2001年には、アミターブ、バッチャンと共に、ヒーローホンダ、スターダスト氏から、ベストアーティストミレニアム賞に選出された。また、ナショナルフィルムアワードには、ナルギスの功績を称えるため、 彼女の名前を冠した国民統合最優秀長編映画ナルギス・ダットショ賞が存在する。ありがとうございます。